どうも、デトロクロックミのキメラジド11とペチです。はい、ということでね、日本のある第7話が終了いたしましたよ。いやちょっともう今回一番は何をつかめ、そう、今回一番気になってたよね、その予告からね、うん、楽しみにしてて、うん、いや本当そうよ。やっぱ6話でかなり物語が動いてきたので、うん、紐解けた感は、そうだよね、ちょっとそう開放感はあったよね、あったよね、うん、見入っちゃったね。でだから本当これから毎週毎週ますますね、いや楽しみになっていく展開にはそうだね、はい、なってきているんですけどね、うん、ということで日本のワールは毎週日曜日夜10時半に日本テレビ系列で放送されてまして、僕たちはその翌日のね朝10時半にね直後考察というのを上げてます。いい、はい、でその直後考察についたコメントをまとめて再考察した直前考察動画っていうのをね放送日前日の土曜日にね上げてますので、ぜひともその3本セットで残り8、9、10話をね楽しんでいけたらなというふうに思います。はい、ということなんですけども、もうねちょっといろいろどうですか。はい、まあ、今回はね、まあ初めに言っちゃうと、うん、まあ、宮城フィーチャー会だったなっていう感じではあるかなって、まあまあいろんな人物、まあいろんな人物にねあれ渡ったけど、今まででこんな宮城出てきたのいやそれはそうなくない。で結局最後だけじゃなかったよ、そんなフィーチャーされてた。えされてたよ、だってあれじゃあサンエとの絡みで記憶が生んでたのか、あーまあそっか、ありなんかそのセリナとのなんかフィーチャーされてたな、恋が恋というかね、なんかああいうのもあったりして、あれも全部振りだった、そう全部ね、それが最後の結末でズドンとね地獄に突き落とされたわけなんだけども、でエンディングもね結局おじさんとあれは話してて、はいはいはい、でちょっともう先に言っちゃうとね、ちょっとあの Hulu の方でエンディングの今までさ口パクで何言ってるか分かんなかったんだけど、声入りのエンディングが全部見れるようになってまして、誰がどんなことをね誰と喋ってるかっていうのがね明らかになってきたので、分かります、そうそうそう、ちょっとそれも後ほどね話していきたいなというふうに思うんですけども、はい、じゃあということで、まあ、ちょっと7話振り返っていきたいなというふうに思うんですけども、はい、6話の最後にね、あの地下施設でゾンビと清春が対峙して、うん、で南部藩がバーッと入ってくるところからだったんですけども、はい、そう結局あの人たちゾンビっていうふうに呼ばれてて、ね、まあ撃たれても死んでないから、うん、まあまあまあゾンビじゃゾンビなんだけど、ゾンビだね、そうゾンビですよねゾンビだったの、うん、そうでさ、ここで、まあ、まず言っときたいのが、うん、前回の6話の最後の南部藩が突入してくるときに名越がいなくて、で7話の予告でその同じシーンで名越がいたから、うん、これどういうことっていうところで、うんうん、でまあガスマスク男とねあの関連付けて、まあ、名越ちょっと怪しいんじゃないかなっていう話を、うん、遅れてきたんじゃないかってことだな、そうだから話をしたんだけども、うん、普通にこの今回の7話のそこのシーンで初めからもうその名越がずっといるのよ、初めから。だからそれこそ監視カメラでずっと南部たちの行動は見られてたわけなんだけども、うん、その潜入してくる前のところにもずっと名越いるし、それで入ってきたところにもいるしで、結局あれ何だったのかなっていう、6話にいなかったの、あれはただ単にミスだったのか、どういうミスって感じがするけど、まあそうだよね、振り込みは遅れみたいなことなのね、うん、なんかどうなんだ、もうだって明らかにもうだったもんね、うん、明らかにいなかった、明らかにいないんだもんね、うん、っていうことを考えると、まぁ、あ、ちょっとなんかその名越があの時遅れて合流したからとかそういうのは一回ちょっとそう、ね、なくすしかないですね、ちょっとこれすみません、ちょっとあの本当に申し訳なかったです、ちょっと見誤ってしまいました、見誤ったっていう、いやまあ見たことは全部真実なんですけどなぜか普通に初めからいたということで、うん、はい、でちょっと一回そこの6話にいなかったじゃないっていうのは一回もう忘れましょうか、忘れましょう皆さんね、いやだから本当ごめんなさい、それ以上ないです本当に、ね、うん、はい、っていうことで、じゃあ名越もいたんなさい、あ、はい、ありがとうね、はい、いたんですけども、ちょっと気になったのはその突入してきた時にすぐ名越がサイモンさんどこっていう風に言って、 そのはず、まあ、ちょっと考えすぎっていうか、まだその名越の線を消したくないなっていうところからしても、ちょっとそのなんか、ね、あれもちゃんと死んだのかどうかっていうのを確認するためになんか名越が言ったのかなっていうような気もしないでもないかなって、ちょっとかなりあれなんだけどね、言いがちよね、でもまあ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 、うん、そういうことを知ってるからこそ、そうで、あと、まあ、USB をねその格闘の末抜いたら、うん、ゾンビたちの動きが止まってっていうところあって、であそこのちょっと気になったのが、うん、で初めまず清春があの地下施設の実験場に突入した時に USB 挿したら明かりがついて、うん、バラーってゾンビたちが出てきて、はい、で結局今回は抜いたら明かりが消えてゾンビたちがパタパタって倒れてった、うん、
ということで、だからあの USB 実験場にいたゾンビたちはまあ USB がなんかきっかけで動いたのかなって。でもまあその地下施設に突入した時もゾンビたちは襲ってきてたので、なんかその動力源というか、まあその個体によって違うのかなっていうのも思うんですけども、ちょっとわからないぞっていうのが一個疑問なのと、であと最終的にそのまあ爆発されるということで地下施設がっていうところで、一応そのゾンビたちもエレベーターに乗ってたんですよね。そうそう、あれは捕まえたってことでも、まあ捕まえてもさ、あれじゃない、自立しないとさ、だってあんなたくさんいたのにさ、一人一人おぶってなんていけないし、だから一応で結局エレベーターの中でもまあ立ってはいたから、なんだろうね、どこまで意識があるのかというか、まあ意識はあるけどもう戦闘ができない状態になってたのかとか、そのそういうことか、そうっていうのもあるし、だからちょっとゾンビのその確かに動きの特性っていうのがちょっといまいちよくわからないなっていうところもありました。その後だってエレベーターに乗ってたのに、結局外出たら南部たちはいたのに、そのゾンビたちはもういなくて、だからまた途中で置いてったのかもしれないけどね、もうちょっと手に負えないからというか、あんなもう無理だ、途中で動けなくなっちゃったのかわかんないけども、めちゃめちゃ大事な証拠だと思う。そうそう、かなりのね、あのそれを持ってればいろいろね動いたのにもかかわらずっていうので、ところがありましたよと。はい。で、まあ、結局ね、清春もどの記憶が取り戻しつつあるよっていうところで、でね、あの回想シーンで、まあ、2009年6月12日のインフルエンザの新聞がまたちらっと出てきて、まあ、これもでもあれだよね、その1話のフラッシュバックでも出てきてたけど、結局あそこで出てくる小道具というか、まあ、カエルだったりコーヒーだったり、まあ、もろもろっていうのは、なんかまあ記憶の呼び起こすの断片にあった映像の一部でしかないのかなっていう気がするので、確かに、まあ今のところあそこでなんかその新型インフルエンザがあったから何かってのもどうなのかな。宮城がさ、2010年の7月にやられてんのよ、うん、まあそうだね。で、豚インフルエンザが確か2009年のあれも6月あ、6月か、うん、まあ9月も6月もいいんだけど、うん、まあちょうど1年前とかでしょ、うん、だこの豚インフルエンザか何かにあれとかはあったのかもね。あ、なんかこう記憶改ざん用の新ウイルスみたいなのが発見されたとか、うん、ああなるほど、かもしれんよな。まあまあそうだね、まあ、だからちょっとまだこのインフルエンザが何か関わってるってとこはまだ捨てき、うん、そんなに大きく関わってないまあまあ、ね、そうだよね、捨てきれないのか、ここ、ね、まあそうだね、まああとは、まあ、正明が、まあ、日本のワルの一員だっていうことがね明らかになりましたよっていうことで、まあ、ただまあ一員ってことだからまあトップではないんでしょうね。で上層部はほぼズブズブなんじゃない、まあそうだね、警視庁からも電話あったしね、そう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 っていうのもあったから、うん、っていうのはあるね。だから本当に大元っていうか、うん、誰なのかっていうのはまだ謎なところがありましたと。で、まあまああと極秘プロジェクトが、まあ、人体実験だったよっていうのが あの、まあ、ちゃんとね分かりまして、で、まあ、その人体実験にはそのいくつかのジャンルごとに分かれてて、香月が受けたのは、まあ、人格矯正プログラムでなんか別の記憶を植え付けて構成させるみたいな感じで、横暴だった香月は結構静かになって、まあ、言うことも聞くようになったと、まあ、でも結局その劇薬薬がないと、まあ、だんだん戻ってっちゃうよということで、まあ、香月はね最近ね暴れがちだったなということが分かるんですけども、はい、でまあ後にですね、まあ、その結局エクニが正明とつながってたよということで、まあ、清春がねちょっとエクニと戦ったりして、でエクニが NN マークを清春に見せてっていうことがあったんですけども、だ結局そのなんかサイモンから何も聞いてないのかみたいな話があったり、エクニは何をサイモンから聞かされてるの か清春のことをある程度は知ってるのかな、まあ、清春のことじゃなくて、まあ、もっと大き なんだろう計画的なこと、まあ、サイモンがやろうとしてた何か計画なのか、まあ、それともまあ清春のことなのかっていうのは微妙なところなんですけども、まあ、何かエクニも重要なことを知ってるぞといった雰囲気ですね。で、あの画像もね、サイモンからもらってはいたので、どこまで聞いてんだろうね、そこの。そうだよね、うん、っていうところもありましたよって、うん、まあだから日本のワールに関わってるともう100確定なんだろうね、サイモン。サイモンがね、確かに一員なんだろうね、その結果的にそれがこう、潜入してたとかなのか、何なのかっていうのは分かんないにしても、うん、持ってるわけないもんね。あとまあちょっと最後の方ね、正明のことを南部とかが来て追い詰めるんですけども、うん、まあ一気にその、あ、正明が何かボタンを押したら南部に警視総監から電話が来て、うん、で一転して清春を逮捕するみたいになるんですけども、うん、あのボタンはまああれだよね、多分警視総監助けてボタンでしょ、助けてボタンだよねっていうことで、無理無理、やばいやばいボタン、そうやばいやばいボタンだよねっていうことだよね。そうか、だからその警視総監っていうのはもう本当に警察の中で一番偉い役職で一人しかいないっていうことなので、うんうんうん、だそれを手玉に取れる正明って、いや、手玉には取ってないんじゃない、手玉っていうか、あれなのかな、すいません、お願いします、お願いしますって結構謙虚にあれなのかな、なんでもうね、あの退いてる人がそんなに警察をまだ
そんな動かせるのかっていう。でも警視総監だったら面は割れてるけどね、あの奴らからすれば清春とか南部からしたら誰かは分かってる。あ、まあそうだね。だからそこまで派手なことはできそうにもないけど、ね、あ、まあまあまあ、そこそこまだ部下に指示を与えるっていう役目なんだろうね、うんうん、はい、ということで、まあ、結局でそこからね、そこで正明から、まあ、宮城がね、その人体実験の被験者第1号だっていうことがね告げられて7話は終わるわけなんですけども、まあ、結局その、まあ、宮城、まあ、予告からねなんか記憶飛んでんじゃないかなみたいなこともね、うん、前回の直前考察でねお話はしたんですけども、まあ、結局ね改造人間というか、そう、ね、人体実験されてたなっていうことが分かって、うん、宮城これでもう終わりなのかな、何か秘密みたいなことはどうなんだろうね。本当に殺人鬼なのかね。そうだね、もともとその、まあ、20歳の頃に、うん、その小さな子供を殺してそういう対象にされちゃったっていうのがあるけど、うん、でも20歳って別に法で裁けるよねっていう問題があるから、何か両親が何か警察と関わりある人だったのか、うん、それともなんか日本のワールド関わりあるのかっていうところは分かんないけど、ね、そうだよね、そうじゃないと法で裁けないとは言わないし、そうそう、裁けるし別に神隠しに遭う理由もないというか、まだありそうって思いやりは。まあそうだね、まだね、やっと正体が分かったから、これからもっと他にね、出てくるのかなっていうところあるんですけども、まあ、それであらすじは終わりまして、まあちょっと、いろいろ気になったところというか、サイモンですよ、サイモン。まあ、結局、あのゾンビたちがね、外に運び出されるのが、防犯カメラの映像で映ってて、で、何か、まあ、ゴミ捨て場のようなところに放置されてて、まあ、結局、医師たちがね、来て、一応助けようとはしてたんですけども、まあ、どうやら心肺停止だぞっていうことで、結局ね、その司法解剖のために大学病院に搬送されたっていう風な、うん、あの説明が入るんだけども、これもちょっとね微妙なところというか、怪しいところではあるよね、うん、出てくる、出てきそうだよね、うん、まだ一応さっき井浦新さんのツイッター見たら、カオルと同じく回想担当みたいになるみたいに書いてあったけども、嘘つくよ。まあそうなんだよね、井浦新さんはちょっとエンディングもね、さっきの後で来るけどね、そういうのもあったりするので、うん、ちょっとまだまだわからないぞっていうところはありますね。でも心肺停止ですって言ったあの瞬間は多分嘘ついてないじゃん。そこはちょっとあるよね。まあそうで、本当に、うん、肉体は死んだ可能性はあると思うよ。ああ、なるほど。だってあそこはもうさ、医者がさ喋ってることだからさ、まあ分かんない、それも嘘なのかもしれないけど、うんうん、見て心肺停止してますっていうこと。そうだよね。しかも外出した、そうだね。だからそれこそあの医者とかも何かグルとか、まあ、だったらまたね、まあ、話は変わってくるけど、回想ずっとこれから出てきて、あ、結局死んでたっていうのもね、もちろん、まあまあ、あるとは思うんですけども、うん、あとまあ一応触れておくと、それこそやっぱ冒頭にも話したように名越のガスマスクこと骨折がちょっと由来だぞっていうか、ね、うん、ちょっと一瞬詰まったぞっていうところからすると、ちょっと新たなガスマスク男として浮上するのが、うん、まあ、南部の息子なんじゃないかなっていうのは出てくるよね。これはそうね、新キャラ。そう、20歳の息子、今生きてたら多分、まあ、20歳ぐらいの年齢でっていうことで、で結局ね、ちょっと名越じゃないってなってくるともういないもんね。で結局まあちょっと怪しかった宮城も、まあ、違うっぽいじゃないですか、ね、まあ改造されてはいたけどもガスマスク男ではないってなってくると、ちょっとそのまだ出てきてない南部の息子っていうのが浮上してくるのかなっていう、まあどういう、まあガスマスク男じゃないにしても何かちょっとドーンっていう重大なシーンで出てくるように隠されてるのかなっていうのはありましたと。エンディングのセリフありのエンディングで、うん、まあ、元奥さんっぽい人に電話をしていて、そうそう、悪いな、おめえにはこんなことになってなければ、5年前にまだこんなことになってなければ、まだ元気にどっかで生きてるなんて希望を持たせることもなかったのにな、みたいなことを言うんだよ、うん、ね、ってことはさ、要はもう死んでる可能性極高で失踪したってことなわけでしょ、これって、うんうん、まあ、要は言ってしまえばで、ボクシングをやりたいと、うん、やらせたいって言ってたの、うん、っていうところで言うと、まあ人体実験されてる可能性むちゃくちゃ高いでしょ、うん、もうこの流れで、高いね、いない、いない人、うん、でガスマスクがちょっとこうボクサーっぽい、ちょっとプロレスもちょっと入ってるんだけど、うん、ボクサーっぽいこうあれをやってたから、うん、エンディングで、うん、そう、ちょっとね、かなり高まってはきてるよね。ガスマスクを取ろうとしてる名越も映っちゃったしないよ、まあ、そうなんだよ、そう、そちょっとそこで触れると、そう、7話の予告でね、その名越がそうもろ押さえてたのね、うん、ガスマスクを、えってなって、そう、でもね、俺これ見ちょっとね、やっぱまだ諦めきれないになったのがちょっとあって、うん、いや、そうよな、そうで、やっぱガスマスク男って、まあ、今までその、まあ、遊園地で戦ったガスマスクもそうだし、うん、で、あとあの5話でボナールをね襲撃したガスマスク男もいたじゃないですか、うん、
で、結局まあなんか陣内っていうことでまあ型がついたように思われるけど、うん、でも結局なんか陣内も言及してないというか、うん、結構強引に陣内だってなって、うん、それこそそのサイモンが明美になんかその助言をしてて、うん、ガスマスクのところを探してんでしょってサイモンが明美に行って明美がねみんなに行って陣内だっていう風になって、うん、強引に陣内をね取り押さえてっていろいろあったわけなんだけども、うん、結局なんか確固たる証拠みたいなのは出てきてない感じがするので、まあそうね、うん、だからそのボナーラを襲撃した、まあ、清春曰くちょっと遊園地で戦ったのが弱かったって言ってたガスマスクってのはまだ生きてるというかその陣内じゃない誰かとしてまだ存在してるのかなっていうのも若干改めて思ったのと、どんでん返ってないしね、まだ今のところさ、うん、誰なんだ誰なんだっていうのが紐解かれたに過ぎないじゃん、うん、まあそうね、だからやっぱりこれで例えば南部の息子でした、うん、要するに名越がこう面を割って、うん、南部の息子でしたなのか、まあ、誰でもいいけど、うん、伊上でしたとかなのかもしれんけど、うん、誰でもいい、うん、出ましたってなって、まあ、9話10話で実は俺だったんだぜっていうこの本音だけがあってもおかしくない、ね、確かにする、うん、そう、だからまだガスマスク男の正体は2人いてもまだ全然おかしくないというか、うん、A、B がまだどっちも分かってないっていう線もあるかなっていうふうに見えたので、ボナーラ襲撃のガスマスクイコール陣内っていうふうに断定するのはちょっとまだ早いのかなっていうのを改めてねこんなのは見て思いましたよということで、はい、でちょっと最後にですねそのエンディングのそのHulu限定でねそのさっきもおっしゃられたんですけど、こういうありのが公開されたよってところで、まあ、ちょっといくつか触れると、まあ南部のね件もさっき触れたんですけども、うん、であと5話のガスマスク男がまあ何らかの相手と電話してるというか、まあ電話から流れてくる音声を聞きながらスパーリングしてるというようなことだったんですけども、そう、そこでガスマスク男のね電話の相手の会話でまあ気になったところが、データにはタイプ3のプログラムを組み込んだっていうようなとこ、うん、ことを言うんですけども、これは一体何ぞやって言ったところが、ベルムズの陣内をあの解放作戦だみたいな話なんですよ、そう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 、うん、解放しに行ってくれ救出作戦だみたいな話で言うんだよね、うん、そう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 、その中でで、まあその中でもね清春のことはまだ殺すなっていうことも言ってたりするんですけども、うん、このタイプ3のプログラムっていうのはそのまず誰に組み込んだのかっていうところと、あ、まあね、誰にとか何に、うん、別に人じゃない、なんか改造人間とかそういう人造人間とかそういうのじゃないのかもしれないし、だから俺が思ったのは清春に見せる NN マークのあの動画のタイプなのかなって、今までね出てきた色が全部違っているので、うん、4話では黄色、5話では白、6話では赤、で7話では紫っていう風に全部違って、まあ、色ごとにっていうか、まあ、見せられるごとにまたいろんな新しい記憶とかを思い出させてるので、うん、まあ、なんかいろんな色使ってまあ試してるのかな、タイプ3でまずやってみようとか、なんかいろんなので試してるのかもしれないなっていう風には思ったんだけども、うん、ただ、うん、それを俺はさっき聞いて、うん、それをやる側に伝える必要あるっていう問題があるような気がするんだよね。清春が思い出すことだからさ、まあね、要は変な話こう日本のあるとまあ清春を泳がしているという側面はありながらも、うん、結局捉えられてないわけじゃん、うん、ってことはさ、タイプ3のデータを組み込んで黄色い画面を見せろって見せたとて、うん、思い出したかどうかっていうのをさ、なんていうの、データとして収集できないわけじゃん。まあそうだね、結局はね、まあもちろん、あ、結局この動きしてるから思い出したんだなとか、うん、断片的にはできるんだろうけどって考えたら、俺はどっちかっていうとなんかこう戦闘プログラムみたいな、ガスマスクが、まあ、人造人間、半分人造人間とかちょっとこう実験場にいたゾンビのこう上位互換みたいなやつで、うん、まあ、それが南部の息子だったりとか直しなのかもしれないけど、うん、っていうこう戦闘型だよ今回はみたいな方が、まあ、可能性としてはあるかなって気がしたんだよね、まあ、でもあれじゃない、でもそのそれこそさ、絶対ガスマスクとか日本のワールって今出てる主要メンバーの誰かとは繋がってるわけじゃん、うん、だからそれでなんか清原が呼び起こしたら、まあね、あ、じゃあこれ使ったらこれがまた呼び起こしたんだっていうので、一応なんかそういうので、うん、清春、そうで、誰かだってずっと清春のさ行動とかも終えてるから、でもそうなってくるとやっぱもう南部とか、うん、サラとかもうほんと近しい人間だとか、だってエクニとかさ、うん、正直無理じゃん、まあ、エクニは無理だね、明美とかも、うん、あの伊上ラインとかももう無理じゃん、まあ、そうで、宮城も正直無理じゃん、うん、そしたらで、サラもだってさそこまでベラベラ喋ってるわけじゃないじゃん、まあ、まあ、今週とかは結構喋ってたけど、うん、そもそも南部とかサイモンとか名越にもそこまで喋ってないじゃん、ね、やたら名越ってなんかいろいろ知ってんなみたいなはあるにしても、まあ、清原から喋ってはいないじゃん、うん、ってなってくるとやっぱもうサイモンと南部とかなっちゃうよね、そうなると、まあそっか、そうだね、うん、まあでも、まあ、でもその辺なんじゃないの、でもサイモン死んで、まあそっか、南部もなんか限りなく白に近くなってきたと思う、まあ南部も白に近いか、まあそうだね、結構だから、まあ、怪しい人物は
かなり減ってきたなっていうねところがあるよね。そうだ、最後の南部でもなさそうだもんね。まあそうだね、まさかそこ2つはないよな。まあでも言うてその犯人はこの中にいるっていうのでもう言ってるからね。そうそう言ってるから、だからもう本当に主要なあの中に絶対何実は犯人っていうか黒幕っていうのはいるっていうのはまあ間違いないからねっていうところがありましたと。次8話ですね。もう本当にそれこそまあいよいよ次は分かんじゃない、ガスマスク。まだ分かんないのかな。もう名越が引っぺがそうとしてたじゃん。あ、そこしてた。そうそう、だから AB いるとしてどっちかのガスマスクの正体は分かるのかなっていうのは。でも結構8話は確信に迫ること多いと思う。なぜならば、ね、俺あらすじ読んだの、うん、8話のあらすじね、うん、7話の振り返りでしかなかったのよ。だからもうね、うん、言えることがないんだと思う。あ、なるほどね。まあ、これ以上言っちゃうと、うん、もうそっか、ちょっと読んでください。もうちょっとこれ見せる必要がないと思う。まあそうだね、7話のことしか書いてないから。確かに。そうね、まあでも最後黒幕に清原が迫るっていうふうに、うんうん、そこぐらい一緒だから。そこぐらいだね。あと全部さ、7話のことしか書いてなくない。まあそうだね、一緒なの、うん、はい、ね、ということでね、ちょっと本当にもう毎週毎週さらにさらにね目が離せなくなっていくね、日本ノワールがですね毎週日曜日の夜10時半に日本テレビ系列で放送されてまして、うん、僕らその翌日の朝10時半に直後考察動画っていうのを上げてます。はい、でその直後考察についたコメントをねまとめて再考察した直前考察動画っていうのをね、あの放送日前日の土曜日に上げてますので、はい、その3本を見てね、8話、9話、10話も引き続きね、楽しんでいきましょう。で、僕たちはね、その考察動画以外にも、その企画動画なんかもね、上げてますので、よかったら、そちらの方も、見てみてください。お願いします。ね、これ、あるんでね、はい、お願いします。はい、ということで、以上、ロクロクビでした。ご視聴ありがとうございました。僕たちは SNS やサブチャンネルもやってますので、よかったら概要欄の方から見てください。はい、ということで、11、はい、11がその、人格矯正プログラムを受けたらどうなりたい？デヴィ夫人。